はいどうもこんにちはバンドマサですえーっと今日はですね視聴者の皆さんに僕のゴテ場の工場を紹介したいと思います最近はですね YouTube も好調でたくさんご覧いただきありがとうございます本当にありがとうございます今日はなんとこちらゴテ場のガレージにそうですあの今季参戦するあのマシンが 今日は休みなんで誰もいないんですけどあるということなんで視聴者の皆さんお楽しみにっていうことなんで中にですね入ってちらっとだけですけどうちの工場と車の方を見せたいと思いますんでそれでは行ってみましょう さあ、工場内に入りました。見えますか？ちらっとだけ見えますよね。ちらっとだけ。まだ1回もレースに出てない車なんですよ。まあ、マレーシアと走りました。けれども、まだスーパー gt 第1戦が開幕されてないので、まだ1回も皆さんの前で走る姿をお見せしてない。この gr スープラこちらの方ですね。今日は端から端まで。 見せたいと思いますんで最後まで見てくださいねそれではマシンにもうちょっとだけ近寄ってみ、ね、ましょうはいお待たせいたしました GR スープラまずですねチーム名が違うんですようちは TGR ウェッツスポーツバンド去年まではレクサスチームウェッツスポーツバンドだったんですけども TGR ウェッツスポーツバンドとなりまして僕はですね見てください じゃじゃんこちら僕は2011年から GT500 に参戦してるんですけども初めてのトヨタなんですよ僕はずっとレクサスだったんですよねその前の300の時も2008年からレクサスで2007年親父の車を譲ってもらったんで僕が代表になってからはずっとレクサスだったんですよだそれがですねまあ僕もテレビで見ていたあのスープラが 80から90になりましてこちら夢のまた夢だったこのスープラで GT500 に参戦できるというでなおかつですねこの車まだ一周も走っておりませんカラーリングしてからなので見てくださいこの艶そしてこの綺麗さまあこれがですね戦うごとに歴史を刻むっていうんでしょうか車に箔がつくっていうんでしょうかね勝てば勝ったでこれが傷跡に残って。 ね、強い車と見えてくるんでしょうかこの車をどうねメカニックとエンジニアとドライバーがねみんなの心の中に刻むかって僕は今それが楽しみでしょうがないです。さあそんな感じで簡単にこの GR スープラますまずですね率直に皆さんにあまあいろんなね SNS とかではこのカラーリング載せましたけどもどうですかこのカラーリング。GR スープラ6台の中で一番かっこよくないですか まあ僕はですねまあ青と黄色のデザインそしてまあちょっとシャープな黒のラインを残しつつ横はねまだ後で見せますけど今年はねだいぶ大胆にイメージチェンジしたんじゃないかなと思っております。まあ車のことは正直どこまで言っていいかわからないので、まあ、簡単にしか説明はしないですけれどもまずこのフロント周りから簡単に説明したいと思います。まあ、こちらのの方にねエア抜きの ダクトがありましてここは吸入のね穴が開いておりましてまあスポンサー関係で言いますと去年からサポートしていただいているトゥルービジョンの親会社 CP タイのねメーカーですねについていただいてそして新興工業、えー、自動車部品の、えー、岡山総社市にあります自動車部品製造メーカーです。 まあいろんなことをやってますプロペラシャフト作ったりブレーキのキャリパー削ったりとかそしてディーゼルエイドこれはですねトラックの、えー、いろいろな自動車部品を作っておる会社でまあ本当に幅広くやってますんでトラックに乗っている方ぜひディーゼルエイドで調べていただければと思いますそして皆さんが知っている小倉クラッチさんまあ、小倉クラッチさんって自動車のクラッチだけじゃなくてカーエアコンのクラッチだったりとかあと最近だとまあ スライドドアのクラッチであとボタンを押したらトランク開くじゃないですかあれのクラッチあと ETC バーのクラッチ、えー、エレベーターのクラッチ、まあ、こういうのを作ってるまあ分派のですね自動車部品メーカーですまあエアコンのクラッチもやってますしねでウェルベッツこれはですね僕が2008年からサポートしていただいている北海道の動物病院の、えー、動物病院の、えー、今までですね北海道物病院って貼ってたんですけども 去年からですね、ベルベッツという形でちょっとあのロゴを変えた形で北海道を盛り上げたいということで、えー、久保先生のサポートのもとこれを貼らさせていただいてますまあそんなねスポンサーの簡単な紹介なんですけどまあこのトヨタマークですね去年まではレクサスマークねあれすごいいくらするんだろうっていうぐらいこんなでっかいやつついてたんですけどねでここに穴が開いておりまして基本はですねクラスワン規定なんでできる範囲というのは限られてるんですよ。 なんでそれを考えると、えーまあ、エアロ系ですよねで。ダンパーとかも決まってますから、まあ、いじれる範囲でいうと、えーまあ、ブレーキもワンメイクですから、えー、ホイールタイヤであとの部分でいうともちろん3メーカーカによって違うのはエンジン。ジあと本当にね変えられるところが少ないので去年よりもそのクラスワン規定といって3社メーカーが、まあ、同じものを使っているということで。 まあ、このエアロバランスと、まあ、セットそしてエンジンこの辺のねバランスで3車のバランスが取れてうまあ、い GT500 のレースを見せれるっていう形になってるんじゃないですかねまだ正直走ってないんで岡山の合同テストは走りましたけどもその時が皆さん本チャンエンジンかどうか分かんなかったので、まあ、開幕してみないとどういう形かっていうのは正直分からないのでぜひ注目していただきたいと思います。あの去年の えー、LC と違う点もう一つこちらじゃんカナードこのカナードがもうすでに3ここにもあるんですね4枚これがねどういう形で今までよりかドライバーは、えー、LC よりも、えー、運転がしやすいと完成度は高いとドライバーからのコメントは聞いておりますんでうそういう部分だとまあ 今年の GR スープラも期待でできるのはなないかなと思ってますもちろんエンジンの、えー、交換規定とかもあるんでエンジンは一体どこのタイミングでどうやって交換するのかとかその辺もエンジン屋さんとあるかもしれないですけどもまあまずは車のバランスとあとはうまいタイヤをねうまく横浜タイヤとともにタイヤを作って、えー、今年をね8戦戦いたいだなと思ってます。 でね、後でね。見ていただければわかるんですけど、このライトもうライトも基本これワンオフでこういう風うになってまあ、スーパーラの形なんですけども、やっぱりね。このラインとそしてこの6つの目ですか？ただ中がですね。これカーボンになっているわけですよ。こういうところをね。見るとね。レーシングカーって本当にこだわってるなと思いますし、本当にすごいなと思います。全てはあの炭素繊維カーボンというものでできてるんですけど、まずこの車重が1020キロですから。 それを考えるとですねいいいかかに軽くて速いかって速っうだから例えば自動車なんかもそうなんですけど何キロ出るのってよく聞かれるんですけどいや300キロだロと答えると新幹線と同じだねみたいなことをよく言われるんですけど新幹線と同じではなくて新幹線が300キロ出るまでにどのぐらいの距離を走って300キロが出るのかって。 その到達地点までの時間がレーシングカーっていうのはものすごい短いわけですよだからアクセルを踏んだ時の馬力と300キロまで行く到達時間が短いということはそれはそこまでに用意ドンって買ったら例えば0400っていうレースだとしたら新幹線でも,もちろん速いわけですよ。最高速度に到達するのが新幹線と同じであってだそういう部分だとそこまでのパワーを常に出せるという部分ではエンジンが 常にに開発されてよりい,いものになってでその中でパワーを出すっていうのは素晴らしいこと今2リッターですからね2リッターでそんなに馬力が出るっていうのは本当に素晴らしいなと思ってそしてまあちょっとこちらの方ねジェ、えームスさんでジェームスさんの、えー、ブランドですかね T セレクトさんっていう形であってもちろんオイルはニューテックを 扱っています。まあ、こんな感じでフロント周りだけ見ました。本当はね、もうちょっと全体図見たいと思うでしょでね、今年からね、なんか、まあ、これある意味ちょっとかっこいいとて言えばかっこいいんですけど。フロントウィンドウの幅が去年よりか狭くなったの、わかります。あの、ボッシュっていうステッカーを、G. T. A. のオフィシャルスポンサーなんで。ボッシュっていうステッカーが貼られる、なんですよ。そしたらですね、この。ドライバーが。見える視界っていうんですか。 そこが去年よりか縦幅が短くなって。こんだけになったんですよ、ね。だから。ちょっと国本選手とか見えるのかなと思いますけど。この辺もでもなんかパッと見がちょっと d. T. M. っぽくて。ちょっとかっこいいなっていうの。あと、まあ、こっからね、見る。ちょっとだけ見えるのわかります。屋根。このね。真ん中が凹んでるんですよ。 これはノーーマルのの GR GR ススププララナンバー付きもこんんんででででるるすねそれれと全く同じような形状は僕が見た今まで GT カーの中ではこんなに真ん中がへこんでる GT カーはないんじゃないかとこれは空力にかなりプラスじゃないかなとちょっと僕は思っております。ということでこの空力これがね走ってみないとわかんないんですけど富士でねどんな活躍をするかなと思うんですよ。さあ 横見たいでしょ横見たいと思うんですけどその前にここちちららの方をごご覧覧くくだだささいいいどうぞはあのですね皆さん見てる方は株式会社ウエッツさんウエッツさんイコールウエッツスポーツというイメージを持ってる人がたくさんいると思うんですけどもウエッツさんはですねいろいろなブランドのホイールを作ってます。その中の中 一つ一つをちょっと紹介したいと思いましてちょっとお時間をいただきたいと思いますまずはこちらじゃんフォージ F-0 こちらはですねなんと単造のホイールになってます単造削り出しだからこそこのちょっと見えますかねカメラさんこちらのですね表面のこの綺麗さというんですかで、まず単造何がいいというと強度があるそして軽い こちらのですね、F0 というブランドですね、2019年に誕生いたしましてまずこの FZ1、FZ2、FZ3 これがですね、新作になっております。でこちらのね、FZ2 もかっこいいですよね。で、炭蔵ホイールだからってスポーツカーというわけにはいかないんですよ、今はもう流行り的にはですね、このアルベルトヨタのですねアルファードベルファイアにもこの単蔵ホイール これ単造ホイールに変えると何がいいかってまずバネした重量が軽くなるんでインチアップしてもホイールの重さが純正よりか軽いわけですそうするとステアリングのレスポンスとかですね乗り心地とかですねこれ変わってくるわけですよあの基本レース業界もそうですけど軽ければ偉いみたいなところもあるんでやっぱりどんだけ軽くするかって言っても車はなかなか軽くできないわけですよレーシングカーだってこれ軽くしようと思ってもなかなかできないわけですよ そう考えるとホイールだけ変えれば軽くなるこちらの単造ホイール削り出し単造軽量構成高合成デザイン性を両立し追求したアルミ削り出し単造製法マッチングに関しては詳しくはウェットさんのホームページを見ていただければなと思いますはいということで F ゼロ終了したいと思います貴重なお時間ありがとうございました。